はい。ギノワンの皆様、こんにちは。今週も、FM ギノワンラジオ番組、ギブギブギブのパーソナリティの伊藤奈と申します。はい。で、今回はですね、私がこの、コンサル事業を始めるきっかけとなった仲間を、ぜひとも皆さんに紹介したいと思いまして、今日その仲間が、なんとですね、長野で合宿をしているということで、一堂に集まるいい機会なので、今回を皆さんに出演していただくことになりました。はい。で、キャッシュコーチと呼ばれる、ビジネススクールがあるんですけども、今日そこの、講師の先生と、私の受講仲間の、合わせて、私含めて5人ですかね、が、座談会で形で、番組の方を、構成していきたいと思います。視聴者の方、ちょっと馴染みのない、分野かもしれませんが、ぜひとも聞いていただいて、何かこう、ビジネスのきっかけになってもらえばな、というふうに思っています。はい。じゃあ、早速ですね、メンバーの自己紹介を、していきたいと思います。じゃあ、まずはですね、この、キャッシュフローコーチと呼ばれる、ビジネススクールの、講師をされている、じゃあ、今西先生から、じゃあ、自己紹介の方を、じゃあ、お願いしたいと思います。じゃあ、前の方に来てもらってもよろしいですか？はい、お願いします。ここまで来てくれたんですよ。はい、OK です、OK です。はい、お願いします。これでいいですか？はい、いいですよ。はい。何分くらいですか？あ、2分くらいで、はい。オーバーしてもいいです。皆さん、こんにちは。キャッシュローコーチ養成塾のファシリテーターの今に五蔵と申します。よろしくお願いします。お願いしまキャッす。シュローコーチっていうのは説明すると長くなっちゃうんですけども、簡単に言うと、税理士さんは過去の会計、キャッシュローコーチ未来の会計というのを住み分けをしています。私自身が2013年にですね、キャッシュローコーチ養成塾東京ゼロ期という期に参加してですね、ゼロ期です。で、15人の方が参加して、基本的には税理士さんとか公認会計士さん専門の養成塾だったんですけど、私は、そういう関連のものではなく、環境関連のコンサルタントだったんですけど、今でもそうなんですけどね、そこに潜り込んでですね、割り立つ先生っていう、キャッシュローコーチ養成塾の生みの親の方から、レクチャーを受けてですね、2013年にキャッシュローコーチに無事になることができました。そしてですね、ワニタツヤ先生がリアルで養成できる人数は年間50人ぐらいが限度だったので、どうしたらもっと質をよく担保した上で広められるかということで、場作りをできるファシリテーターがいて、で、ワニタツヤ先生が昨年実施した講座の録画を流しながら、途中で止めて、ファシリテートする人がいれば、成果が出るんじゃないかという仮説のもとで、15人中の中で2人、私と石原さんという中小企業診断士の方が選ばれてですね。そして、それから2014年に始まったので、私を毎年5月と10月にですね、やってて3ヶ月バージョンでやってるので、都合9年やって18期を行ったんですね。素晴らしい。で、今度5月から19期になります。で、今日はですね、伊藤さんとか他のメンバーが参加しているのは、大宮の16期というメンバーでですね。で、この16期のメンバーが非常に、なんというか、仲がいいというかですね、そういう絆がこう、しっかりしてる気になってですね。養成塾終わった後にも、伊藤さんとか、いろんな方が勉強会を開いて、そして切磋琢磨してるっていう状況で、非常になんか、仲がいいというかね、そういう気になっています。ので、今日は、たまたまあるお店で勉強会したときに、私が山本さんのですね、ビッグ山本さんの自宅がすごく大きいと。で、景色もいいというので、一体一回山本さんのところで合宿したらどうなのかって提案してですね、実現したというのが今日の合宿になっております。以上です。あ、ありがとうございます。あ、今井いいでさん、あすりがか？とうごあざいます。はい、OK です。りがとうはごい。ざいます。はい。はい。じゃあ、続きまして、今日の、会の、幹事をやられてます、ミックさんこと、山本さん、お願いします。皆さん、こんにちは。ミック山本こと山本博士と申します。FP コーチというファイナンシャルプランナー事務所、FP 事務所を、長野と、そして首都圏にお客様を持っているにいたしております。そもそもは、30年ほど前に外資系の保険会社に入りまして、で、そこからお客さんに知り合ってたわけですが、多くが中小企業の、ご経営者でいろんな悩みを抱えている。で、その悩みに何とかお応えしていけないかと仕事を続けているうちに様々な財務の勉強をしてきました。そして、
キャッシュ、先ほど今井先生がご紹介されたようなキャッシュフローコーチという、メソッド考え方にたどり着きまして、これだと思って、今井先生のがファシリテートされました大宮16期一昨年の勉強会に参加して、今に至るという感じです。今日はこれ、私の、父母、ご先祖様たちが、ここで暮らしてきまして、農家の、山の中の農家のうちから、私のうちから、お送りしているような次第でございます。以上です。ありがとうございます。はい。じゃあ、続きまして、今度は、佐々木さんですかね。はい、お願いします。皆さん、伊藤さん、こんにちは。神奈川県の横浜で、税理士をしております、佐々木明です。よろしくお願いいたします。で、僕なんですけれども、今特に起業初期の方、これから起業したいなと思っている方であったりとか、起業したばっかりなんだけど、どうしようかなって思っている方のサポートを特に重点的にやっております。で、今なんですけども、毎朝、月に1回のグループコンサル、開いてて、起業家さんのお金の悩み、税金の悩み、資金繰りっていった悩みながら、少しでもいいような、なんていうんですかね、起業が成功するようにお手伝いをさせていただいております。で、その中で、キャッシュフローコーチの知識がすごい生きてくるなって思ってまして、より深いサポートが、このキャッシュフローコーチの勉強会で、なんかできてるのかなっていうのは本当に感じております。以上です。ありがとうございます。ます結構 Facebook でもね、こうセミナーのやりましたっていうのが、出て、すごく、動かれていらっしゃるなっていう印象が、はい、感じております。ありがとうございます。はい。ますじゃあ次は、じゃあ、締めではないですけど、池田さん。お願いします。はい、こんにちは。愛知県はですね、徳川家康生誕の地の岡崎市で、キャッシュフローコーチをやっております。池田と申します。僕も、もともと税理士事務所におりまして、その頃から、やっぱりこう、さっきおっしゃってた未来の数字について、やりたいなと思ってて、何年か経ったところに、こういうのあるよ、というのを、紹介を受けて、キャッシュフローコーチ協会に入会しました。はい。で、まあ、起業して2年、まだ経ってないかな。ですけど、もう今、いろんな社長の方や、特に多いのはですね、社員の、コーチング、社員さんコーチング、もう代わりにこれを、社長さんに面談するとですね、これを社員にやってくれっていうことがよくありまして、結構その数が多いというイメージですね。あとは、マネジメントゲームですね、皆さんご存知ですかね、西純一郎先生という方がやられているマネジメントゲーム、あれが製造業版なんですけど、まあ、あれの、飲食店版っていうのを、はい、やってまして、2ヶ月に1回開催してます。はい、出張なんかもやってて。で、今、さらにですね、マネジメントゲームが丸1日かかりますので、3時間ぐらいのなんか作れないかな、ということで、ボードゲームを専門に商売してる方とコラボして、今なんかちょっと考えてるところ。はい、なのでまた出来上がったら、皆さんご紹介できたらなと思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと動画で編集しますので、マネジメントゲームの、紹介も、はい、皆さんの、ホームページとかも、アップしてますので、ありがとうございます。はい。じゃあ、といっても、さっき今井さんが少し、こうね、キャッシュフローコーチのことをお話しされたんですけども、ここのね、メンバーがこう集まったきっかけとか、いうのは、これ、あれかな、ミックさんの方がいいのかな話してもらうのは。うん。うん。はい。はい。うん。この卒業してから、ここに至る、この会の発足とか、はい、その辺を、ちょっと、続け語ってもらえると。はい。我々はですね、キャッシュフローコーチの中でも、はい、まあ、ファシリテーターという、ワニ先生という、主催されてらっしゃる先生の下に、こう、ファシリテーターと、そのメソッドを広げていく、お仕事をされている方が何人もおられますけど、その、大宮におられる、今に先生の、一昨年の16期という、16回目の、養成講座に参加したものなんですけど、まあ、終えた後、まず何と言いますか、それぞれのキャラクターにとても立っていて、そして何かこう、このままでは終わらせたくないという
か、このつながりをとても大切にしたいなということを、おのおのが思っておられた感じなので、自然とですね、たまにこういう勉強会をして、おのおのが自分の、学んでいることをシェアすることによって、それぞれに貢献しようと。それと、どうせだったら、様々な情報交換して、それをお仕事につなげていこうとか、あるいは、それぞれ、おのおのの、クライアントの貢献につなげていこうと、ということを趣旨に、今は3ヶ月に1遍くらいをめどにやっております。で、全国から来ておられる方おられますので、もちろん東京、そして横浜、金沢、長野、そして先ほどの愛知というように、埼玉とおられるので、まあ、たまにはですね、いろんな場所、全国開催地も、変えてみて、楽しみながら、学びを深めていこう。そして、キャッシュフローコーチのメソッドを、広げていきたいと。そんな趣旨でやっております。ありがとうございます。はい。もう結構ね、何回もやっていらっしゃいますね、飲み会から。今日はね、参加されてないですけど、リーダー、増田さんの7つの習慣ボードゲームだったりとか。うん、そうなんです、うん。はい。例えば、松下幸之助さんのね、ボードゲームを、はい、今日は来ていらっしゃいませんけど、前日でありまして、キャッシュフローコーチの増田さんっていう方がやっていただいたり、それぞれ各々の持ち味とか強みがありますので、ファイナンシャルプランナーの方は、提供出年金について、はいはい、各々の強みを、皆さんに知ってもらうというか、そして仕事の、情報、お客様への貢献につなげてもらうということを意識してやってます。はい、ありがとうございます。あと、そうですね、金沢の、のちでさんも。はい。そうですね、金沢のちでさん来られますので、はい。はい。のちでさんの金沢も、ぜひ、みんな、煮込んでいっていきたいな、思いますよね。はい、いいと思います。ああ、はい、そうですね。長野からも近いですもんね、金沢は。はい。ちなみに我々はこれから。はい。そうです、そうです。新幹線ですよ。そんな長野から遠くないですね。はいはい、うん。はいちなみに今日この後どんな予定ですか？はい、勉強会の後。はい。そうなんですね。まずですね、この後、伊藤校舎からですね、1時間ほど、湯田中というところです。お猿が温泉に入るというところですから、これから、温泉に入って、はいそして、私の親戚なんですけど、長野の名店ランキング第1位の寿司店、お寿司屋さんで、懇親会に行こうという感じです。いいですね、はい。その後は、そうなんかわかりませんけど。まあ、夜な夜なこう続くという、はい。はい。明日もあれですよね、観光の予定も、ひょっとしたらあるかもしれないっていう。はい、この地域、とっても観光地として有名なんでね、せっかく集まりましたから、はい、いろんなところ私、はい、お連れしたいかなと思っています。お猿さんを見に行くの。温泉に入ってるお猿さんもいいでしょうし、お伏せというところいいですね、はい。北斎の美術館とかね、いろいろありまして、はい、栗で有名なとこ、栗菓子で有名なところです。ああ、そうですか、そうですか。はいね、沖縄の方、ぜひ来てください。ああ、そうですね。ぜひ沖縄方もね、長野まで足を運んでいただけると、いいかなと思いますし、今日はですね、4月のちょうどゴールデンウィークの、まあ、真ん中でありますけども、この時期は長野はどれぐらいなんですか、気温は。心地よい感じですから、今日17、8度、20度ぐらいある、ぐらいな感じでしょうか。20度ぐらいですか。ここはね、とても涼しい場所なので、はい、今、はい家の窓を全開、はい、戸を全開にして、とても心地よい、本当に過ごしよい、最適な感じなんです。うん、いいですね。なんか噂によるとすごくこの家が広いっていう噂をちょっと小耳に挟んだんですけど、どれぐらいの広さなんですか？これは、私何平米か忘れましたけど、4、5部屋あります。4、5部屋もあった。で、2階にも、2階は屋根裏部屋みたいな。でも、この地域の農家っていうのは、この前にも、かやぶき屋根の。はい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 。だいぶ今は、ちょっと、かぶせてるじゃないですか、農家。あ、はいはい。はい。
だいたいお家は大きい家が、そういう感じでしたね。それで、この地域には結構日本建築の腕のいい大工さんが結構昔おられまして、なるほど、なるほど。親戚の大工さんが今日来るっていう話ですね。じゃあもう床の重さも耐えられるようなこう作りにもなっていらっしゃるという立派な家がもうあちらこちらあるって感じなんですね、周りは。そうですね。いいところですね。木の柱ですけど、木の柱ですけど、太いものは取ってますから、多分丈夫です。なるほど、なるほど。いや、本当、もう大家族がこう集まれそうな、もう、こう、正月とか、こうね、お盆とか、そんな感じなんでしょうね。こう、みんながこう、集まって、うね、もう、わいやわいや、にぎやかに。まあ、そんな中で今日ね、皆さん、こう、夜な夜な、盛り上がる、じゃないのかな、なんて、こう、期待はしてあるんですけども、はい。いやそうですね。実はこうね、リスナーの方、私も本当は現地で一生懸命我々学びますけど、うん、遊びも真剣です、ね。そうですね。学びもし、遊びもし。そうですよ、伊藤さん。お仕事ばかりしたし。いえいえ。本当は今日ね、さっき話した増田さんとか、野地さんとか、鶴見さんっていう、まあ別の方もいらっしゃるんですけども、ちょっと後日動画でね、その方たちもそっと、出ていただいて、後で編集でね、くっつけていきたいと思いますので、この大宮十の木と呼ばれる、すごく濃い方々が集まる会を、ちょっと皆さんにもね、してもらえるといいなと思っています。はい。そしたらあれですかね、先ほど今井さんがその十の木は特別だっていうお話もされてたんですけども、その辺をちょっとなんか深掘りしたいなと思うんですけども、その大宮1期から、18期でしたっけあるかと思うんですけども、その他の木と比べて、さっきちょっと重複するかと思うんですが、この16期がどの辺が優れているのか、それともちょっと面白いのかっていうのをちょっと深掘りしたいんですけど、よろしいですか？あれ固まっちゃったかな？あれ固まっちゃいましたかね？飛ぶようだ。承認か。あ、ですか。承認かもです。はい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 はい、お願いします。はい。なんだろう。まあ、このですね、ビッグ山本さんがですね、やっぱりキーだったんですね。実はその、なるほど。言っていいのかわかりませんけど。あ、編集しますね。はい。ズームでね、参加するじゃないですか。はい、はい。その時に、ビッグ山本さんがね、こんな形でね、こんな形で参加してたんですよ。そうですね、ですね。なんだこの人はと思って、ね、みんなね、こう、ちょっと危ない人が入ってきたなと思いながらですね、どうしようかっていう。はい、はい。場の雰囲気がね、ちょっと崩れてたんですよね、実は。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、ところが、はい。ところがですよ。はい、はい。あれ、途中で一回集まったんだよ、実は。そうですね、11月の、はい、品川で。そうね。はい、で、一回ね、集まったらですね。はい。なんとその、ミック山本さんがね、背が高いし、尻もね、はいはい、はい。芸能人ですね。いやー、そうですね。はい。そうですね。で、ミックって名前ってなんでミックってつけたんですかって言ったら、はい。ミックジャガーがすごくこう、理想的な、はい。形っていうことでミックとつけてるというところからですね。はい。はい、その、はい、ズームの雰囲気とは全く違ってて、フレンドリーでですね。はい。そして、話し方がね、すごい、独特で引き継げる力ですね、はいはい。そうですよね。なので、そういう、まあ、その16期の中の、まあ、濃いメンバーいっぱいいるんですけど、はい、一番濃い、ミック山本さんがいたからこそ、はい、この、はい、なんだろう、絆ができたのかなっていう、はい、私はそういうふうに思ってますね。はい、ミック山本さんの最初の、こう、イメージの悪さから、はい、逆に、180度。ああ、なるほど。マイナスからプラス。そうそう、マイナスからプラス。あれが一番私はね、ポイントだと思います。確かに私も最初こうされてたんで、ちょっと話しづらいなってずっと警戒してたんですけど、11月で一気にこう、雪解けしたっていうか、すいません、来た。スターになりました。やっぱりオンラインもね、良さ、遠距離で、はい、いい自宅にいながらとか事務所にいながらできるのはメリットあるんだけども、はいはい、やっぱりリアルでやると、やっぱり違う温度差があって、はい、いろんな、こう、個人的な話とかね、盛り上がるし、ズームだと、こう、一人が話してたら、他の人話せないじゃないですかね。はい。オンラインだったら、こちらで話したりとかして、はい、場がもっと盛り上がってるっていうのが非常に
あれがこう、転換点だったなと思ってます。ああ、そうですね。いつも飲み会盛り上がりますもんね。もうミックさんと鶴見さんのトークはもう、まあ今日いらっしゃらないですけど、もう生きるものが、もう今にさん、鶴見さん、ミックさんにも、はいはい、入れないですもんね、またね、我々、わかるのは。いつも教わっていただいてありがとうございます。なんか 何言ってるのかわからないってね、増田さんとかが、きょとんとした顔してるのが結構、そうそう。じゃあ他の金融とかそういったミックさんみたいな、こう、まあいい意味でこう、面白い方はやっぱりあまりいらっしゃらないっていう感じなんですか？ね、実は、お、実は。18期にですね。お、18期、2つ後輩。はい。18期は、まあ、この間ですよね。はい、この間、はい。近畿日本ツーリストの方が、ね。ああ、監督さんですね。監督さんって言われて、はい、野球の監督してるんですけど。はいはい、その方がですね、その、なんだ、場作りがめちゃめちゃうまくてですね。ああ、なるほど、なるほど。で、まあ、たまたま私の大学の後輩でもあるし、はいはい、はい。私が以前住んでた尼崎市っていうね。あ、はいはい。あの、ダウンタウンさんの。おお、そうですね。はいはい。そこに彼が住んでいて、まあ、結構共通点がいっぱいあったんですけど、まあ、IT が、うん、そうです。IT が弱いということで、Facebook の使い方がわからんということでですね。うん、で、養成所始まる前にレクチャーをしたんですね。お、そうだったんですね。そんな、そう。で、やっぱり使わないとうまくならないじゃないですか。はい。なので、で、せっかくレクチャーしたんだから、毎日、はい、毎日投稿するっていう宿題を私はですね、幹事の幹事さんっていう方に、あ、はいはい、出して、ね、そしたら本当に毎日こう毎日出すって言って、こう場がどん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 和んでくるんですね。はい、ああ、はいはい。だから、そのキャッシュローコーチだけの問題ではなく、課題ではなく、まあ個人的なことからとかですね、まあいろんな投稿されていたので、それに対してコメントが入っていく。はい、ということで、はいはいはい、まあ、彼が中心となって場作りになった結果として、非常にまたその18期もですね、16期と同じぐらいですね、すごく、あの、いい状態になっているんですね。それもまた同じようにリアルでも交流会を開いたりとかして。あ、なるほど、なるほど。やっぱり、その場、そのキー、そのキーで、やっぱりキーになる人がいると、そうなるっていうところですよね。ああ、そうなんですね。16期のミックさん。18期の頑丈さん、並びに監督さん。監督さん。ああ、すごい面白い方々がね、集まる。やっぱり大宮、うん、あの講座で、やっぱり今里さんの力じゃないですか。私の力です。今ティーアップしました。あの、沖縄方もね、ぜひ、あの、はい、沖縄方も受けられるんですよね。あの、大宮の講座。それは NG ですか？沖縄方は。沖縄の方はですね、はい。はい、OK です。沖縄の、沖縄にも白コーチがいるんですけど。ああ、そうですね。はい、何人かいらっしゃるんですけどね、鈴木健介さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、何人か忘れましたけど、彼は沖縄から大宮まで毎回来てます。あ、リアルで。あ、リアルで。あ、じゃあ、ぜひぜひ、宜野湾、まあ、これ、チャタンっていうところも流れてるんですけども、ぜひぜひ、あの、今里さんを求めて、大宮、はい、リアルは開催されるんですか、今後。リアルは今のところはやってはないんですけど、まあ、この、リアルの交流会を今回からですね、はい、始まる、要請が始まる前と中と後で、はいはい、もう3点セットで、サンドイッチにして、なるほど。で、リアルの良さと、はい、そしてオンラインの良さを両方ハイブリッドで体験していただくっていう仕組みに考えて、はい、で、今19期を始める予定で、今8人ですね。8人。もう8人申し込みがあって、あと2人だけなので。ああ、なるほど、なるほど。ぜひぜひ、今里さん、何しろこういった面白い先輩方と繋がりたい方いらっしゃれば、ぜひとも払っていただけると。はい。はい。なるほど、なるほど。ああ、すごいですね。もう19期、18期ですと、もう、いわゆる卒業生って今何人ぐらいになるんですか？そうですね、沖縄、はい、沖縄、はい。卒業生、どこで大宮ですか？はい、大宮ハーフの今里さんの卒業生。大宮は160人ぐらいですね。はい、ああ。キャッシュローコーチ全体で今1000人超えたんでしたっけ？1000人、今年で1000人超えます、ね。あ、じゃあそのうちの 15-16% はもう今里さんの教え子という。そう、私が教えてるのかどうか分かりません。いえ私の、まあ、ファミリーが160人。あれですよね、こう、大宮の卒業生でその、なんか MVP というチャンピオンを決める会に、結構何かなってらっしゃいますよね。その、
なぜかこう、大宮に来る方はチャレンジャーの方が多くてですね。はいはいはい。で、はい、MVP コンテストって、まあ、キャッシュローコーチの中で、はいはい、その年に成果を上げた人がエントリーして、はい、で6人の方が10分間のプレゼンテーションを、はいはい、まあ、後楽園ホールでするんですけど、大宮の中で、実は私の知り合いの方で、はい、佐藤慎一さんっていう方が、はいはい、まあ、佐藤さん、はい、彼はその、はい、人、箱セミナーっていうことをやっておられる方で、私と同じように、その、人材育成のプロフェッショナルなんですけど、うん、彼が大宮に来られて、そして MVP コンテストに出てですね、で、何年前だ ?3 年前かなに、うん、そう、チャンピオンになったっていうね。素晴らしい。